それこそ3年前のライダータイム仮面ライダー龍騎っていう作品の時の、劇場舞台挨拶でみんな登壇した時に、あの一郎くんがね、僕は17年経って知ったんですけど、ガードベントって呼ばれてるんですガイっていうのはガードベントって言われてるみたいで、ちょっと萩野さんのこと嫌いになりましたって言ったんですけど、俺もその時にやっぱ本当面白いなとは思ったんですね。確かにガードベントなんで、生きるっていうことにあのすごくこう執着がある男なんだなっていうのを、そういうそこにいたからお前が悪いっつってるだけで、俺が生き残るためにはお前盾になれっていう男だったっていうことなんで、やっぱさっきねみんなも言ってくれたけど、桜という男がしっかり分かるような確かに名シーンであるなと思います。何者かによって世界を作り変えられた可能性がある。どういう意味だ。君たちも最終戦に招待しよう。さあ始めよう、世界を作り変えるゲーム。何があってもゲームクリアは譲れない。この戦いに正義はない。お前何者だ。さて誰の願いが叶うかしら。俺の家族に手を出すな。ここからがハイライトだ。姉ちゃん待って。仮面ライダーキーツリバイスムービーバトルロワイヤル。